あれ見ない顔だね。あ、今日からなんだ。はじめまして。あ、加藤くん。俺、ヨッシーです。よろぴく。<laughs> え、加藤くんは、居酒屋のバイトの経験とかあるのあ、初めてなんだ。じゃあ分かんないことあったら、何でも俺に聞いて。俺、こう見えて10年働いてるから。<laughs> あお、そうだよ。俺もう32だもん。え、見えない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 って言えよ。よろぴく。<laughs> おい、何笑ってんだよ、お前ら。 あいつら仕方でいいよ。<laughs> あ、いらっしゃいませ、小林さん。お久しぶりです。<laughs> えーっと、いつもので大丈夫ですかね。梅酒のソーダ割りで。かしこまりました。あ、そうだ、そういえば、この間小林さんにお勧すすめされて食べましたよ。あの、セブンのサバのやつ。あれ、めちゃくちゃうまいっすね。はい、やばかったっす。<laughs> また美味しいものだったらぜひシェアしてください。よろしくお願いします。失礼しまーす。<laughs> カトゥ。カトゥ、カトゥ。カト君カトゥ。 え、髪切ったへえ、ー。1000円カット <laughs> え、嘘でしょこれ絶対1000円カットでしょね。<laughs> え、表参道マジいくら ?7000 円高っかえ、これで高 ?7000 円これで高っか嘘だろこれ1000円カットだろ <laughs> え、マジで言ってるマジかえ、これ絶対1000円カットだけどな <laughs>。え、これさ、え、マジな話さ、せめて、 書き上げたらうん。書き上げた方がいいと思うよ。うん。俊介さ、お前常連さんとか来た時さ、もっと会話しろよ、会話、俺みたいに。<laughs> いや、最近どうされてるんですかとか何でもいいからさ、ただ注文取って運ぶだけじゃなくて、そういうプラスアルファの接客した方がいいんじゃないって話。いやよ、文句言いたいだけとかじゃなくて、えそっちの方がお客さんも嬉しいだろ いや、嬉しいだろ。えいやそれは嬉しいだろ、間違いなく。え、そこえ、待って、そこから <laughs> あ、ダメだ、こいつ、話になんねん。もういいや、じゃあね、バイバイ、さっきよ。カトゥ、カトゥ。これ、食っていいよ。んあ待ったお通し。うん、大丈夫、大丈夫、食っていいよ。うまいべ、うまいべ。食べ、食べ。 ダメ<だ> <laughs> いや、この店のお年しさ、結構うまいんだよ <laughs>。あ、これ本当は食っちゃダメだから、内緒ね。ハハあ、あとさ、あんまあいつらと絡まない方がいいよ。そう、俊介たち。いや、あいつらと絡んでも何の得もねえから <laughs>。え、だって知ってるあいつら、ポテトとか注文入ったら、ちょっと多めにあげて食ったりしてんだよ。やばくね <laughs> あと、裏で俺の悪口とか言ってし <laughs>。 いや、あんなザコどもと一緒にいたら、カトゥのレベルまで一緒に下がっちゃうから。<laughs> ま、あ、カトゥ頭いいから分かってると思うけどね。え <laughs>、店長。え <laughs>、いい加減あいつら首にしません <laughs> いや、俊介たち。いや、だってぶっちゃけ邪魔じゃないですか全然仕事もしねえし。え <laughs>、店長知ってますあいつらポテト多めにあげて食ったりしてるんですよ。やばくないですか <laughs> お通し いや食ってないですあカメラに映ってました。ああ、あー思い出した。あれか。加藤くんとですよね。あはいはいはい。いや、あれ違うんですよ。あの、あれ、加藤くんにお年食べてもらってたんですよ。味わかんないとお客さんに説明できないじゃないですか。はい。<laughs> あーそうっすよね。すいません。勝手に。<laughs> いや、めっちゃ加藤くんに頼まれたんだよな。普通に断葉はよかったか。<laughs> すいません。加 <laughs> 藤。 俺バイト辞めることにしたわ <laughs>。いや、ここにいる奴ら全然うざいから <laughs>。いや、だって俺らってさ、お客さん喜ばすためにやってんじゃん。それなのにさ、なんかバイト同士でうちわでごちゃごちゃ揉めてさ、もうそういう雑魚たちと同じ空間にいたくねえんだよね <laughs>、まあ。かといも早く辞めた方がいいよ、こんなとこ <laughs>。っヨッシーくんだっけ彼、最近見ないけど、辞めたのあ、そうなんだ。いや、今だから言えるけど、 私あいつ苦手でね <laughs> いやだってあいつなんか慣れ慣れしいじゃんなんかいつも上辺の感じでさ <laughs> お店でも嫌われてたんじゃないいやーこれでストレスなくお店に来れるわ <laughs> そうっすね居酒屋は10年やってたんでまあ大体のことはできると思いますはい <laughs> ああ、辞めた理由は、まあ、うーん。まあこれあんま大きい声じゃ言えないんですけど、なんか他のバイトのやつがお店のもの勝手に食べたりしてたんですよ。で、それを俺が店長に報告したら、なぜか俺が辞めさせられました。<laughs> いやー、なんだろう、店長もなんか後ろめたいことあったんじゃないですか。お店の金ちょろまかしてたりとか、わかんないですけどね。<laughs> あ、そうです。そこに書いてある。はい。南口の店です。 店長とお友達なんですか